坂本隆一は日本のミュージシャン、作曲家、編曲家、作詞家、音楽プロデューサー、音楽評論家、指揮者、タレント、俳優、政治活動家。東京都出身、世界的に活動している日本人ミュージシャンである。その音楽性は幅広く、クラシック音楽が根幹にあるものの、民族音楽、ポピュラー音楽にも造形が深い。近年は、 環境や憲法に関する運動にも積極的に参加している。幼い頃から作曲を学び、東京芸術大学在学中にスタジオミュージシャンとして活動を開始。1970年代後半よりソロやカイリンバンドのメンバーとして活動する一方、メンバーとして参加した音楽グループイエローマジックオーケストラが国内外で商業的成功を収め、 人気ミュージシャンとなる。YMO 時代にテクノポップやニューウェーブの分野で活動したことは広く知られているが、その後は一つのところに留まらず、現代音楽の手法を使った作品の発表、ロックとテクノの融合、ワールドミュージック、ヒップホップや R&B などのブラックミュージックを織り混ぜた、ポップス、オペラの作曲及びプロデュース、クラシックやボサノバのユニットを結成してのワールドツアー。 近年は、アンビエントやエレクトロニカの作品を発表するなど、ジャンルを超越して、多彩な作品を発表している。自身の音楽活動のほか、プロデューサーやアレンジャーとしても活動し、他のアーティストへの楽曲提供も数多く行っている。映画、戦場のメリークリスマスで映画に俳優として出演し、映画音楽も手掛け、日本人初の英国アカデミー賞の作曲賞を受賞した。 1987年公開のラストエンペラーでは日本人初のアカデミー作曲賞を受賞し、同曲でゴールデングローブ賞、1989年第31回、グラミー賞最優秀オリジナル、映画音楽アルバム賞など、世界的な音楽賞を総なめした。1990年、映画シェルタリングスカイのサウンドトラックを担当し、 ロサンゼルス映画批評家協会賞の作曲賞、1991年にゴールデングローブ賞作曲賞を受賞した。以降、国内外の映画音楽を手掛け、映画音楽家としての地位を築いた。音楽家としての活動のほかに、いくつかの映画や映像作品には俳優としての出演歴がある。テレビ CM にも多く出演しており、時にはダウンタウンなどとお笑い番組や、 バラエティ番組に出演する。近年は各メディアで環境問題や憲法をはじめとした諸問題に関する運動に積極的に参加、言及しており、2000年代半ばに話題になった PSE 問題においても坂本が中心人物として反対運動を行った。エコやロハスといったキーワードを口にすることが多く、マクロビオティックの実践者でもある。 長年喫煙者であったが、ハリ治療を通じて禁煙に成功した。一時期はベジタリアンでもあったが、これは人としての闘争本能がなくなりそうだからという理由で後に挫折している。2008年の9月には、作家、村上隆との対談で、現代の夢があるということは素晴らしい。だから君も夢を持てという風潮に疑問を抱いている、発言をしている。 無類の猫好きである。一人っ子だった坂本が生まれた時から15歳の時まで一緒に住んでいた猫と兄弟のように生活していたことが影響している。無類のジャージ嫌いであり、昔よく遊んでた友達がジャージを着ていた日、その瞬間に絶好したことがあるほどで、僕の前でみんなは叶いでねと発言している。その一方で、アルバム、千のナイフのジャケット写真を見た。 当時の音楽仲間が、あの汚い坂本がと驚愕したほど、見た目に無頓着だった過去を持つ。このような坂本が、当時のミュージシャンに不可欠だった、ファッションセンスを得るに至ったのは、高橋幸宏の指導によるものである。坂本は、手塚治虫の漫画が好きだと公言しており、特にお気に入りの作品は、火の鳥とブッダだという。手塚漫画の女性や動物は、 滑らかな曲線で描かれており、そこに音楽性と美しさを感じるとたびたび語っている。坂本は手塚ルミコプロデュースの手塚治虫の愛した音楽という CD の仕事もしている。手塚プロダクションのさよならティラノというアニメの音楽も担当している。教授、世界の坂本とあだなされる。左利き、血液型は B 型。現在は アメリカ合衆国ニューヨーク州在住。歌手の坂本美宇は、シンガーソングライターの矢野明子との間に生まれた。娘で、坂本にとっては次女。1952年、東京都中野区に生まれた。父は、川出書房の編集者で、三島幸夫や野間広中上健治、高橋和美などを担当した、坂本和樹。母、慶子は、 帽子デザイナーで銀座の宝石賞に勤務。母方の祖父、下村弥一は実業家で競歩生命取締役、東亜国内航空会長などを務め、第5高等学校と京都大学では池田隼人と同級生で、生涯の親友として付き合い、池田首相の葬儀に友人代表として長辞を読んだという。母方のおじ、下村雄一は歴史学者で、 千葉大学名誉教授。通っていた幼稚園が全員ピアノを習うところだったため、3歳からピアノを習い始める。自由学園幼児生活団に準じた、世田谷幼児生活団において作った、うさぎの歌が最初の作曲。10歳で東京芸術大学教授の松本民之助に指示し、作曲を学び始める。なお、作曲を勉強し始めて最初に興味を持った。 作曲家はストラビンスキーであった。この頃は特にピアノが好きではなくむしろ苦痛だったという。しかし14歳の頃は自分はドビュッシーの生まれ変わりだと半分信じていてサインの練習までしていた。人生で最も影響を受けた音楽家もドビュッシーとバッハである。1959年から東京都世田谷区宮殿に育つ。 世田谷区立祖師谷小学校から世田谷区立千歳中学校を経て1970年に東京都立新宿高等学校を卒業新宿高校時代には読書が趣味で常に学校図書館の貸し出しランキング10位以内に入っていた風月堂などにたむろする風天たちに影響を受けジャズを聴くようになり自分でも演奏するロックも好きであったがフォークは 大嫌いであった。学生運動にも、のめり込む。1970年東京芸術大学入学。大学在学中、民族音楽学研究のタイと小泉文雄の講義を受け、その内容の深さに、坂本はそれまで培ってきた、音楽観の根底を揺さぶられるような大きな衝撃を受けたという。様々に変遷してきたと見られる、坂本の作風であるが、 そのベースには小泉から学び得た民族音楽学の知識や思想が確かにあるようである。ただし小泉自身は作曲をしなかったので坂本に作曲技法上の影響を与えたというわけではなかった。坂本は大学在学中1年ほど作曲家三好明にも学んでいる。さらには渋谷で開かれていた高橋裕治の勉強会にも高校、 大学を通して顔を出していた。坂本が電子音楽に出会ったのは、そんな大学学部在学中のことである。1974年東京芸術大学の音楽学部作曲家を卒業し、同大学院を音響研究科修士課程に進む。1976年終了。 修士論文は、坂本隆一イヤーブック1971から1979のディスク2にも収録されている。反復と戦。1975年、大学院在学中に新宿ゴールデン街で、意気統合したというとモベ聖人の、誰も僕の絵を描けないだろうに、ピアノで参加。スタジオミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせる。翌1976年、武田健一と、 学習団という芸術実践の運動体を組織し、武田のプロデュースの下、初めてのアルバム、ディスアポイントメントハテルマを発表。以降、リリーのバックバンドに所属した後、当時のリリーのマネージャーが、細野春臣のマネージャーに、坂本を紹介、YMO 結成の足がかりとなる。初期の山下達郎の楽曲、大竹栄一のアルバム、ナイアガラトライアングルボリューム1などに、 キーボードとして参加。大抜き太鼓の LP、サンシャワー、ミニオン、ロマンティックなどにアレンジャー、プロデューサーとして参加。1978年2月、細野晴臣のアルバム、ハライソに参加。細野の誘いにより、高橋幸宏と共に、イエローマジックオーケストラを、結成、活動を開始する。10月、坂本初のソロアルバム、千のナイフをリリースし、 ソロデビューも果たす。11月、YMO 名義のイエローマジックオーケストラを発売、続くソリッドステートサバイバーで爆発的人気を博す。この年、風の旅団の前身となるテント劇団、曲馬館の音楽にも参加した。翌1979年には YMO と並行する形で、渡辺和美、矢野明子、小原綾、村上周一、 本田俊幸らとセッションユニット・カイリニア、ほぼ同じメンバーで、各パート2人ずつで演奏技術を競わせるというコンセプトの格闘技セッションでの活動を行う。一部の楽曲で第2ピアノを演奏した高橋裕二の LP、新ウィーン楽派ピアノ音楽修正が発表された。同年から1980年にかけて、YMO は2度にわたるワールドツアーを実施。 1979年12月、アレンジを手掛けたサーカスのシングル、アメリカンフィーリングで日本レコード大賞編曲賞を受賞する。YMO としての活動の傍ら、1981年より NHKFM にてサウンドストリートのパーソナリティを務める。担当していた火曜日ではアマチュアミュージシャンから送られるテープを番組内で放送する。 デモテープ特集が不定期に行われていた。パンクバンドタコのオムニバスにな、い、し、よのエンペラーマジックで参加。同曲をサウンドストリートで放送したが、放送禁止用語が含まれていたため、すぐにオンエア中止になった。メジャーシーンの活動と並行して、タコ以外にもアンダーグラウンドロックシーンとは交流があり、自主レーベルであるパスレコードでフリクション、 フューのプロデュースを行っている。YMO のライブを期待していた観客からやじられると、うるさいぞ、この野郎。と怒鳴り返した等のエピソードもある。この頃、立花はじめ、沢村光、鈴木サイコラと、P-2 ユニッツという名前のユニットを結成、ライブ活動を散発的に行っている。1982年には、RC サクセションの今和の清志郎と組んで、シングル、 ケ、ナ、イ、ルージュ・マジックをリリース。非制堂82春のキャンペーンソングとしてヒットする。t v では、ドギつい化粧をした男同士でキスをするなど、過激なパフォーマンスを展開した。この年、矢野明子と結婚。1983年公開の映画、戦場のメリークリスマスには、大島渚監督の依頼により、世の痛いた役で出演し、デビットボーイ、 B とたけしと共演。出演の条件として音楽を担当した。同作は第36回カンヌ国際映画祭に出品され、結果は無関だったものの、坂本の音楽は高く評価され、英国アカデミー賞作曲賞を日本人として初めて受賞した。また、映画祭に出席した際に映画監督ベルナルド・ベルトルッチと出会い、これが映画、 ラストエンペラーへの布石ともなる。この年、デビッド・シルビーアンと組んでシングル、フォービドゥン・カラーズをリリースした。同年、YMO は3回する。1984年、矢野明子らとミディレコードを設立し、同レコード内にレーベル、スクールを立ち上げる。1986年には、初のソロコンサート、メディア・バーンを全国24カ所で行う。 翌1987年、映画、ラストエンペラー公開。坂本は、天春正彦エイ理事長役で俳優として出演し、音楽をデイビッド・バーン、ソサトシと共に担当。これにより、グラミー賞映画、テレビサウンドトラック部門、ゴールデングローブ賞作曲賞、アカデミー作曲賞等を日本人として初めて受賞し、以後、 映画音楽作家としての地位を確立する。不義役のジョン・ローンとは、仇役同士という間柄の役作りのために、撮影中は一言も口を聞かなかったという。1989年、海外戦略のためバージンレコードに移籍するが、セールス的な成功を収めることはなかった。後に、EMI のバージンレコード買収により契約を、主導したバージンアメリカの社長の辞任に伴って、 契約を解消。九百九十年四月からは音楽の拠点をニューヨークに移す。別の女性と暮らし始め、男児を設ける。九百九十二年にはバルセロナオリンピック会開会式のマスゲームの音楽を作曲、自らも会場でオーケストラを指揮した。この依頼の当初、ナショナリズムを高揚させる、スポーツイベントは嫌いと一度は断ったが、プロデューサーペポ、ソルなど、 制作側から熱心なオファーがあり、最終的には引き受けることになる。契約金は他の出演者と共に1ドルであった。この時の楽曲は後にエルマールメディテロニーとして発表された。1993年 YMO 再生。アルバムテクノドンを発表し、6月には東京ドームにて2日間のライブを行う。1994年には 契約地域を分割し、日本では、フォーライフレコードに移籍し、レーベル、G、トンを設立。日本国内での活動を活発にした。日本以外の海外地域では、エレクトラと契約。個人レーベル、グートの第一弾作品、アルバム、スイートリベンジを6月に発売する。1995年、ダウンタウンの変名音楽ユニット、芸者ガールズをプロデュース。以降、 彼らとの信仰を深め、ダウンタウンのゴッツえー、漢字ではコント、アホアホマンに、出演、大便のシみをつけたパンツで登場するなど、アホアホブラザー役でエキセントリックな一面を見せた。野生の王国で、ライオンの生態の時、松本の企みで、浜田日本コントを思い込ませ散々にいじめさせた後、怒り狂った坂本が驚く浜田を打ち据えた。1998年、 エレクトラとの契約を解消し、海外地域ではソニークラシカルと契約、日本ではワーナーミュージックジャパンに移籍。1999年、制約会社三協リゲインの CM に用いられたピアノソロ曲エナジーフローを収録したマキシシングルウラビー TTP がミリオンセラーとなり、インストゥルメンタルとしては初のオリコンチャート1位を記録した。 自身初となるオペラ、ライフ、英隆一坂本オペラ1999を公演。この頃には、矢野明子との夫婦仲は、実質的に破綻していたとされ、テレビ番組、おしゃれ関係において、愛人とその女性との間にいる、子供の存在を認め、長男と坂本美由に、お父さんには、お母さん以外に、好きな人がいると告げたというエピソードも披露している。 子供は4人と語り、矢野明子との結婚前に、学生結婚していた女性との間にも子供がいる、ことも明かしている。さらに同番組では、外国人が持つ日本コンプレックスをくすぐる、嫌いなアーティストとして、北朗とチャゲアスカを名前を伏せた形で挙げた。2001年、TBS50 周年特別企画番組、地雷ゼロ21世紀最初の祈りに出演。 同番組の企画において、信仰のある国内外のアーティストたちを起用し、地雷除去のためのチャリティーソング、ゼロランドマインを作曲、リリースした。同年には、ボサノバトリオ、モーレメバームに、坂本を結成し、アルバム、カーザを発表。このトリオとしての活動、及び坂本が、これまで、自身の音楽にボサノバを取り入れてきたことなどが、評価され、翌2002年、 日本とブラジルの友好に寄与したとして、ブラジル政府より国家勲章を授与される。2003年には、この年4月にオープンした、六本木ヒルズのテーマソング、ザランドソング、ミュージック・フォー・アーテレジェント・シティを発表。小林武史、桜井和敏らと非営利組織、AP バンクを設立。2006年11月6日、A ベクスと新レーベル、コミューモンズを共同設立。 この年、矢野明子と離婚。2007年3月10日から5月28日、高谷四郎と共に、オペラ、ライフをベースにしたインスタレーション作品、ライフ、フルード、インビジブル、ノーディベルを、山口情報芸術センターにて展示。3月10日には、オープニングコンサートを行った。9月15日から11月4日、東京の NTT インターコミュニケーションセンターでも、 展示。9月15日には、浅田明、中澤新一を交えてのアーティストトークに加え、オープニングコンサートを行った。この年は、細野晴臣と高橋幸宏との活動が活発になる。2月に、キリンラガービールの CM に YMO として出演。同時に、ライディーン79-07をリリース。月日には、ヒューマンオーディオスポンジとして、 チャリティーライブを行う。さらに7月7日には、ライブアースに YMO として出演。8月22日には、橋も名義で、新曲、レスキューをリリース。2009年7月16日、芸術家として文化の多様性を豊かにしたことなどが評価され、フランス政府から芸術文化勲章、オフィシエを授与された。2010年3月12日、 芸術分野での優れた業績を評価され、文化庁より芸術戦争、大衆芸能部門の文部科学大臣賞を授与された。2012年11月23日、アジア太平洋映画賞国際映画制作者、連盟賞を受賞。2013年2月8日、米カリフォルニア大バークレー校日本研究センターからバークレー日本賞を授与された。 オリエンタリズムを感じさせる作風と初期の作品に見られた現代音楽の手法を用いた斬新さ、独特の風貌と詩的な発言が固有の存在感を生み多くのファンを獲得。これまでに映画や CM にも多数出演している。同年、第70回ベネツィア国際映画祭のコンペティションの審査員を務める。2014年、札幌国際芸術祭のゲストディレクターに就任。 2014年7月10日、所属事務所、Abex Music Creative から中咽頭眼であること、療養に専念するために、コンサート活動などを中止する旨が発表された。かつては、インタビューなどでたびたび自身の健康状態や体力に自信を表しており、コンサート等公演スケジュールを自身の健康に起因する理由でキャンセルしたことがなかった。2015年8月2日、 映画、母と暮らせばの音楽で、仕事復帰。本作で第70回毎日映画コンクール、音楽賞を受賞。2016年、第25回モンブラン国際文化賞を受賞。2017年11月4日、自身のドキュメンタリー映画、竜一坂本高田、コーダが公開される。スティーブンラ村渋ル監督によるもので、第74回ベネツィア国際映画祭アウトオブ。 コンペティション部門正式出品作品になった。2018年1月27日自身のライブの様子を収録した映画坂本隆一パフォーマンスにニューヨークエイシンクを公開。2月15日開催の第68回ベルリン国際映画祭でコンペティション部門の審査員6名に選ばれる。2021年1月21日、2020年に 直腸がんが見つかり手術を受けたことを公式サイトで発表。現在は音楽活動再開に向けて入院治療に専念している。坂本隆一政治思想に関しての発言や社会運動家としての活動も多い。新宿高校時代には学生運動に関わり、塩崎康久と馬場健治の3人でバリケード封鎖を結行した。大学時代には 竹光徹を中傷する過激なビラを配ったこともあった。これについて、坂本は竹光は当時音楽界の権力の象徴だったからと竹光の没後語っている。ただ、鈴木国夫との対談では若い頃は日本の楽器とかが嫌でそれを使っていた竹光さんに反抗心を抱いてしまったとも語っている。中傷された竹光は逆に坂本にこのビラ撒いたの君 と語ったという。このことは、同じく、鈴木国夫との対談では、30分くらい話し合ったと語り、後に、坂本が何人かでコンサートをやった後、偶然バーで竹光と会った時には竹光から、ビラの時の子ね、君、いい耳持ってるね、と言われたという。竹光はそのコンサートの観客の中の一人であり、その後は名前を覚えてもらったという。竹光は、 その後、坂本が作曲した戦場のメリークリスマスを高く評価している。さらに坂本によると、ニューヨークでも会ったことがあり、喫茶店でいつか一緒に仕事しましょうと約束したという。坂本は、竹光の没後、竹光が晩年完成を目指していたオペラからインスパイアされた曲、オーパスを作曲する。 さらには自作のオペラ、ライフを完成させるなど、竹光のことを意識している。外して若い頃は大敗的な考えを持っていたようだが、野口春地下の著書、風の紅葉やオペラ、ライフの制作のための取材等の影響で、健康的、生命的な考えへと変わっていった。作家や思想家など知識人との交流も深く、作品に影響が及ぶこともしばしばである。 小室哲也とは、クリエイティブな少数派に向けた作風を追求する。坂本とメジャーで、スターになるための方法論を追求する。小室、インターネットでのファンに対するアプローチの方針の違いからして、小室曰く、お互い中和しない関係と称しつつも、何をどうするかが絶対に違うけど、ないものねだりながらもお互いにないものを求めている。誤解されるのを承知で言えば、 コモセクシャルな感覚を持っていて会うと安心できると話している。反面小室は芸術家であり、その方面では未だに何一つ彼との差は縮まっていないと賛美と嫉妬を込めた発言をしていて、坂本もいち早くダウンタウンを音楽への道に引き入れる小室の発想力とバイタリティに横取りしやがってと反発心を覚えていた。1997年頃から日本における 音楽著作権の取扱いについて、ジャスラックが独占して管理すること、及び権利の信託が包括的にしか行えないことに対して、これを改める、ようジャスラック及び文化庁に対して、働きかけを行った。まあ設立。1999年制作のオペラ、ライフあたりから、環境、平和問題に言及することも多くなり、 地雷除去活動を支援するためのチャリティーソングとして、グレー、ミスター・チルドレン、ドリームズ・カム・トゥルー、DJ ・クラッシュラーを迎えて制作した、ゼロ・ランドマインやアメリカ同時多発テロ事件をきっかけとした論講習、非戦を発表している。2004年には、音楽評論家、高橋健太郎や、ピーター・バラカンらの呼びかけに応じて、共同声明、私たち音楽関係者は、 著作権法改定による輸入 CD 規制に反対しますに名を連ね、国会で審議されていた音楽レコードの関流防止措置に反対を表明した。2006年2月には PSE 問題に絡み、松竹秀樹、椎名和夫とともに2006年4月に本格的に施行される電気用品安全法に反対する署名を募集。経済産業省が マークなしの販売を条件付きながら認めるなど、一定の成果を得た。同年5月には、新霊に、クリスチャン・フェネスラと共に、青森県六ヶ所村の各再処理施設に反対し、この問題を、アート作品の共有と拡散という手法を使って、内外に周知する、プロジェクトストップ六カ所をスタートし、河野太郎、保坂信虎らの政治家、小室哲也らのミュージシャンからも賛同を得ている。 2007年7月16日に起きた新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所が被害を受けたことに応じておやすみなさい柏崎刈羽原発という運動を始めた東日本大震災後も原発を批判する胸の意見をたびたび述べている2012年1月11日には 自身が代表を務める森林保全団体モア・トゥリーズによる被災地資源プロジェクトライフ三3 1 1とサイバーエージェントのソーシャルゲームピグライフと連携する連動企画ライフ三3 1 1ピグライフを期間限定で立ち上げた。なお、ピグライフに設置された特設エリアには坂本も登場している。EWATCH 主催シンポジウムで演説中の坂本。 留一憲法9条の改正に強く反対しており、選択的夫婦別生制度導入にも賛同する。数多くのチャリティーコンサートを実施、無償での被災地の幼稚園、小、中、高校に対し、楽器関連の復興支援を行うための、子供の音楽再生基金、被災地支援参加型プロジェクト、kizunaworld.org。 戦術の被災地支援プロジェクト、ライフ三3 1 1など、様々な側面から復興支援に尽力した。2012年5月1日、日本財団により、伊勢谷雄介、エグザイル、加藤時子、小林幸子、コロッケ、サンドウィッチマン、杉良太郎、五代、夏子、中村雅俊、春名愛良と共に、被災地で活動した芸能人ベストサポートに選出され、 表彰されている。2015年には安倍晋三内閣総理大臣の進める集団自衛権や会見についてデモにも参加するなど批判している。2016年沖縄における米軍族に対する元海兵隊員による残虐な蛮行を求断。被害者を追悼し海兵隊の撤退を求める県民大会に向けて沖縄だけに痛み。 普通と侮辱を何十年も押し付けておくべきではない。もうたくさんだ。基地、米軍、武力が必要なら、日本人のすべてが等しく背負うべきだとのメッセージを寄せた。自身の政治的な言動が批判されることについては、音楽家だけど余計な口を出してしまうから、音楽家は音楽だけやっていろとインターネットで言われているらしいということも知っています。これは言わないと、 という時だけ選んでいるつもりですけれど、発言するから偉いとも思ってません。でも、音楽だけやればいいとも思わない。普通の人が口出すのが民主主義でしょ。職業に関係なく誰もが声を出せる社会じゃないとダメだと思うんですといった考えを述べている。坂本のピアノ曲集、アベックピアノに寄せられた解説文の中で音楽評論家の秋山国春は、 なかなかピアノもうまいと評している。デビュー作戦のナイフでは、現代音楽家の高橋裕二との連弾を行っている。加藤時子が坂本のピアノの演奏を技術に簡単し、それを本人に伝えた際に、坂本は18歳の頃の僕はもっとすごかったと答えたという。フランツリストの南極ラカンパネラを芸大入学以前に初見で引きこなしたとも、 坂本本人は発言している。音楽を担当した映画ラストエンペラーにおいてアカデミー作曲賞を受賞した際には写真週刊誌フライデーにおいてこの賞を受賞したことよりもこれから仕事を選べるという点のみで今回の受賞は喜ばしいと発言。活動の拠点をアメリカに移したのも日本という小さなマーケットで CD を100万枚売るよりも 世界の10カ国からそれぞれ10万枚ずつ CD を売る方が作品のクオリティを落とさないで済むと雑誌ゲーテで述べている。現代音楽への進出は原田力雄の推薦にもかかわらず成功しなかった。現代音楽界を狭い世界と捉え、その中で活動することを嫌ったとの本人コメントがある。社会的成功を確実にした後、 神奈川県内のクラシック音楽専用のホールで古典を行い、芸大在学中に作曲した曲を中心に、数作品が高橋秋等によって演奏された。YMO3 回後の1984年、題名のない音楽会において、オーケストラ曲、反復と線が一部割愛ながらも、世界初演される。この作品は、芸大大学院の修士論文として提出された作品で、 未発表のまま芸大に保管されていた。学生時代にヤニスクセナキスの作曲法を取り入れようとしたが、数学ができなくて挫折した。大田出版から出された坂本隆一音楽誌にその思考の膨大なメモが掲載されている。坂本は国内のアンダーグラウンドシーンにも接近した。ニューヨーク帰りの東京のパンクバンドフリクションのファーストアルバムをプロデュース。 関西の女性パンクボーカリストフューのソロデビューシングルでのコラボレーション、山崎晴美の音楽プロジェクトタコへの参加などが挙げられる。しかし、タコでの過激な楽曲提供はともかく、フリクションのアルバムはメンバーファンともにライブでの緊張感、高質感が再現されていないと不評を買い、フューも仕事は早いがセンスは悪いと評判はかんばしくない。国外では、 ノーニューヨークで、ひときわ存在感を放っていたアートリンゼーとの、親交が有名である。DNA の頃のアートと初めて出会った時は満足に、言葉も交わせず一方的に敵意を向けられていたが、その後坂本が、自身のソロアルバムへの参加をオファーしたらあっさり快諾、以後現在まで坂本の活動に欠かせない人物となった。J-Wave で2004年に放送された番組、く,年くる年 新春放談では、細野晴臣、高橋幸宏との対談で、リズム隊出身の両者に対し、坂本自身は、リズムトラックの構成に、コンプレックスがあると告白した。対して、細野は、教授の作品を聞いて、特にリズムが弱いと思ったことはなかったと語り、少々意外な発言だったようである。コンサートではほとんど年齢制限を設けたことはなく、 霊祭時でも入場化をポリシーとしている。しかし2007年5月12日、坂本隆一プロデュース公演、ロハスクラシックコンサート2007の会場となった文化村オーチャードホールでは、子供の泣き声が数箇所から上がり、第二部会演前に坂本から霊祭時でも OK というのをポリシーにしていますが、純粋に音楽を楽しみに来ている方もおられるでしょうから、 常識的なところで、例えばロビーへ行ってあやすなど臨機応変に対応をしてくださいと照れながらのアナウンスがあった。過去にアニメ監督の高畑くん監督から音楽を頼まれたことがあったが、作った音楽があまりにも暗すぎ、解雇されてしまった。歌は上手くないと自認している。ダウンタウンのごっつえ漢字に出演した際、君に胸キュンを歌ったら、 浜田雅俊に突っ込まれてしまったほどである。坂本自身がボーカルを取った楽曲は極めて少ないが、左腕の夢、ビューティー、スムーチーのように、あえて坂本のボーカルを全面に押し出して制作されたアルバムもある。歌はうまさじゃなく怖いろ、下手でも自己表現としては音楽の中で最高のものという自身の発言がある。幅広い音楽ジャンルを分析し、 自身の作品に反映しているが、カントリーミュージックとハワイアンだけは馴染めないと発言していたが、近年どちらも聴けるようになり、ハワイアンに関しては、現地に行った際に大好きになったとのこと。今夜は、ブギーバックリリース当時、ハマったと言って、ミュージシャン小沢健二と対談もしている。ゼロランドマイン企画時には、日本のビジュアル系と称されるアーティストたちとも共演したり、 YMO Children のルナシーの杉ぎのソロアルバムにピアノで参加したこともある。クラシックからダウンタウンのプロデュースに至るまで、いずれもジャンルの垣根を越え音楽を聴き、解析し、プロデュースすることのできる自身の才能について、自分は音楽の鉄人だと思う。いろいろなスタイルの音楽がありますが、全部僕のものですから安心してくださいと発言している。若い頃は、 古典芸能や工芸などの日本の古典的文化を戦前のナショナリズムの象徴として否定的に考えていたが海外移住や年齢を重ねたこともあって近年はそれらに対しての関心が強くなりそうした日本の古典的文化を積極的に学ぶようになったという1984年から1989年まで 本本堂という個人出版社を持ち、自身の著書を中心に独自の出版活動を行った。1984年にシリーズ週刊本から刊行された本本堂未刊行図書目録も話題となった。その本で予告されたのは、浅田明著、井上嗣也想定、伝国論あるいは五ダールスペシャル、港熊楠著、井上つ也想定、断と、 免疫疾患、赤瀬川源平想定、糸石重里児童文学全集、竹村公優編、細野春臣想定、往復書館、ウィリアム・バローズ、出口鬼三郎、中沢新一厚生、坂本隆一ピアノ、日々の勝彦想定、グルジェフ体操カセットブックなどの50冊であった。本本堂から実際に刊行された書籍は以下の通り、YMO については、 イエローマジックオーケストラの校を参照。映画 CM、ミュージックビデオ。ありがとうございます。